こんにちは、かくすけです。やっていきます、マイタイムアットポルティアです。さあ、ピンキーとスクラップスの家が少し遠くなりまして、せき止められるようになっております。やったね。これでスクラップスが撫でられない、ハグできないことはないだろう、早めに起きれば。さて、最近はね、穴掘り掘りをしたりとかしてました。学校の修理は今自動で進んでるっぽいんですよね。で、家が大きくなりましたね。にゃおにゃ、ほい。しばらくは何もないのかね。20日に来るアップデートが楽しみです。よいしょ、行きましょう。ほいほい。何か来てるかな。お、メールは来ているぞ。はい、ルソさん、ありがとうございます。歯車ですね。スケくん、最近何もないよ。よしよし、これはまた異物を掘るしかないな。あ、ライオンの像ができてるか。ほい、よし。今日はね、いろいろこれを、よし、初めてです。冬の人形は、もう一個作れるじゃん、冬の人形。作ったことあると思うんだよね。うん。はい、どうぞ。あ、はい。うん、あれ？そういえば、夏の人形、チロリロリンって言わなかったっていうことは、作ったことあったんだろうな。秋だよね、多分まだ持ってないの。ほんとね、あ、日曜日か。製品検査しようかな。あ、なになになに、ウェンディがポルティアに住むことを認めることにした。簡単だ、反対だったの。そうじゃないけど、これがベストだと思う。彼女と話したよ。いい人だね。アトラに連れて帰ったら、自由都市同盟強化のために様々な調査や試験を受けることになると思うんだ。暗黒時代の後よりかはマシになったと思うけど。協議会には私から説明するよ。君たちの統治者であることには違いないからね。ありがとう。この事件が終わって嬉しいよ。そうだね。彼女のことはこっちで見守るよ。新しい護衛も雇ったんだ。聞いたよ、面白い人たちだよね。はっ、え、ベンティさん、結果としては海賊を2人捕まえたってだけだったな。船長とローグライトには逃げられてしまった。ジャンゴによると、あそこでローグナイトを逃がさなかったら町の被害はもっと拡大していただろうってことだ。もしかしたら死人が出ていたかもしれない。私はジャンゴを信じるよ。そっか、うん、捕まえられなかったからこそ良かったんだね、きっと。よいしょ、ウィルさんにはあと何をあげても何も上がらないんだけどね。悲しいな。マリさん、マリさん、ウェンディさんって誰だっけ。捕まえた海賊はアタラに連れ帰って起訴するよ。副船長のエバーグレイドはまだ見つかっていない。まだこの近くにいるかもしれないから十分に気をつけるんだ。はーい、うん、お願いします。みちゃちゃん、ウェンディって誰だっけ。ウェンディさんなんていたっけ。うん、いや、ここの一覧には多分いないよね。うん、ここ全員も埋まったんだね。ウェンディさん、
てるのね、まだ。ゆっくりお休み。よいしょ。あ、私も入りたい。ベッドに入って私も二度寝したいな、この時間は。さあ、製品検査行って、冬の人形ができると思うので作っていきましょう。アントワヌさん、こんにちは。バーディットに何があったんだ。さよならも言わずにいなくなるなんて。ねえ、アーディットさんどうなんでしょうね。すー、気になりますが、もう登場することはないのかな。アーディットさん、いい人だったのにな。よしよし、素晴らしい働きをしましたね。よしよし。どうしよう。異物掘るしかないな。ジンジャーちゃんが起きたらイチャイチャして、あと30秒。気になるな、アーディットさん。あ、でお金も結構減ってきたから売りもしたいんだよね、いろいろ。今砂漠のところ掘ってるんだっけ。どこを掘ってるか忘れたな。よいしょ。あ、スペシャルアイテムって出たね。やったね、冬の人形初めてだったんだ。やったやった。ドクターシューさん、こんにちは。違う？注意物じゃない？上か。ちっちゃいわけじゃないよね、これ。と、起き上がりこぼし。そこ一個だけゲームキーパッドが入ってしまったもんな。はい、よし、いいぞ。やっぱ寄贈は楽しいね。ライオンの彫像は上に置きましょう。大きいのかな。よし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 、いいねー。おー、迫力あるな。オッケー、よし。ミッションゼロ。ここで切れるのは砂漠ね。今砂漠に行ってるのか、私は。よし、続けて砂漠を掘りましょう。どうかな。ちょっと待って、神社ちゃん。砂漠まだあるっけ。作ってないの。神社ちゃん、おはよう。あ、お花持ってきてなかった。プレゼン、あ、違う。インタラクト、インタラクト。あ、救急じゃん。救急が気になる？よいしょ。よいしょ。早くマッサージもしたいな。救急がやれやれって歩いていったら、寝ないでね、救急。
後でプレゼントあげるから、アロマリンゴ。よいしょ、よし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 、行き場を失っているぞ、救急は。救急のことばっかり考えながらキスしてる。ひどいもんだね。よし、オッケー、ブーブー。うん、行きましょう、砂漠の遺跡へ。よいしょ、データディスクを渡して、お花も買いたいんだった、そういえば。ペトラさん、うん、はい、どうも。あれエアさん、あっち向いてる、オールソースさんが。スリープモードだったところ、あのナイトに起こされてコマンドモードになりました。アラームをセットしておけばナイトが来るのが分かったのに、私のミスです、申し訳ありません。いえいえ、想定も難しい事態でした。よーし、今度こそ花を買っていくぞ。よいしょ、そういえば夏の人形、いや、四季揃ってたな、そういえば。売ろう。はい、売っちゃいまして、よし、ウェンディ、あ、かぼちゃプリンセス、どうしたどうした、ヘミリちゃんでしょ、かぼちゃプリンセスって。ひょっとしてすっごい大きいの作れたっていうこと？この前の種で。と、教会か。よいしょ。エミリーちゃん。カクスケ、かぼちゃプリンセスをついに植えたの。すごい速さで成長してるわ。かぼちゃプリンセス？そうよ、忘れたの？謎の男から買ったかぼちゃの種のことよ。ああ、あの、いいね、何か手伝えることはある？わ、優しいのね、自分でできると思うわ。ああ、あなたと一緒に育てようと思って、しょぼん。わ、そう言ってくれるなら、で、一緒に育てましょう。かぼちゃに肥料をやってくれると嬉しいかな。うんうん、オッケー、どうもどうも、うんうん、しばらくアディットを見てないな。自然散策に出かけるとよく鉢合わせしてたんだけど。そこ、アディットの関わりがあったんだね。光の教会、まさに来ている。よいしょ、うわ、ベガ5に行くと必ず最新の研究雑誌を持ってきて、手に入れてきてくれるんだ。向こうでは今、水中を進める船を作ろうとしていて、失敗したそうだ。すごいな、大人っぽいな。お花だよ。うん。すごい大人っぽい座り方してるな、ジャック。もうすぐジャックの誕生日なの。何をあげればいいかな。もうお姉ちゃんからもらうものだったら絶対喜ぶよ、ジャックくん。冬の寒い夜に温水湯用のシチューを作るなんて無理だぞ。なんで？無理なの？魚釣るのが辛いってやつ？時々海が懐かしくなるわ。でもこのポリティアの世界中には感謝してる。小さいから来たんですっけ、シャバルさん。寒い時は本を抱えて寝るのが好き。うん、
ロビーっていつもヒーローを気取ってるの。ルーシー先生ってうるさすぎ。アヒエンズ、あ、ごめんごめんごめん、そんな、あ、ごめんなさい。ストーリーが増えるらしいからな、楽しみにしてます。まあろくなストーリーじゃない気がするけどね。どんどん株が下がっていくからね。うん、いいところよ。ポルティアは肥料を加える、ちょうど肥料を持ってるね。うわー、ものすごい人数。肥料を加えろって、あ、ここね。よいしょ。うんうん、毎日のように、あ、エミリーに見せる。そうか、毎日のように肥料を与えなくていいのかな、私が。よいしょ。あ、教会にも行かずにデートですか。すっごいゆっくり言ってるね。本当にありがとう。かぼちゃプリンセスもそう言ってるわ。といたしまして。わ、すっごい簡単だったな。いいね、こののんびりな感じ、エミリーちゃんの。よし、砂漠の方行きましょう。ちゃんがそういうの出してくれてよかった。最近はのんびりした日々が続いてるからね。ウェンディさんは気になるな。集会でなんかお話あるかな。わ、いいね。わー、ものすごい夕焼けだ。ピンク、本当にこういう空の時ありますよね。何が起こる、何か起こるんじゃないかって不安になるけど。うん、パーツボックス、マルコの物語集めようかな。ちょうど揃ってるね。よし、あれ両方取った。あれ、マリコの物語5と6じゃなかったっけ。1って書いてある。よいしょ。魚の潜水艦、潜水の模型、けどセンスの模型は置いてなかった気がする。いや、置いたかな。ゲームロボットの私はバンチメントも持ってたけど、置いたっけ。置いた記憶はあんまりないな。盆栽だ。盆栽に置いた記憶、あ、いや、置いたかな。データチップ、まあ近いから粘土に、粘土の人形を取っておこう。上級エンジン取っておこう、高く売れるから。最近お金が足りなくなってきたからね。あのエンジンも取っておこう。もうそんな何かを作ることってなさそうな気がするな。
人の男性作ろうか。さん、ちょっと話したかったな。話しかければよかったな。アーリットさんの話ちょっと聞きたかった。聞いてない気がするから。なんか不審な点とかなかったかな。もともとよし。あ、この盆栽のピース手に入れたかな。スタミナが切れてしまう。よし、もう無理かな。すごく近くにいない限り。おお、上級エンジン。あ、無理っぽいなあ。いいでしょう、帰りましょう。よし、帰って何か組み立てられるかな。人魚の男性はまあ組み立てられるんだけど、盆栽組み立てられるといいな。時間に帰ってこられましたね。よーし、ただいま。さて、あー、ダメか。盆栽、あれ、足の部分持ってなかったっけ。あれ、あれはセンスだったな。うん、はい、盆栽とセンス、もう寄贈済みか、後で確認しよう。後でってか明日。よし、おやすみなさい。今日は早いですけども、スタミナもないし、ここで終わりにします。ご視聴いただきありがとうございました。